やっとエンジンが届きました。しかし何かおかしいぞ。わお、青株プロジェクトです。始まるよ。22年の夏からリトル株復活を行っています。錆びていた車体を全塗装しインプレッサカラーに変更。スポークも黒に塗装していい感じになってきました。メインハーネスも取り付けました。今ハンドル周りの配線をしています。わお、やはり結線は木干しでつないでいきます。のリトルも LED にするのでダイオードをつなぎます。配線は図面を見ながら結線していきます。まあ最後に不具合があったらテスターを使いますよ。ここをきれいにしないとカバーが閉まりませんね。ハンドル周りが終了しました。やったー、きれいに出来上がりました。グッド。塗装してから1ヶ月で色が馴染んできました。配線が足らなくて CDI を左に移植しました。ウインカーもマットマックスで新品を買いました。かなり綺麗になってきましたね。ありがとう。車体の組み立て完成です。この株のエンジンは HA05E を選択しました。しかし問題が。やばくね。おお、運よく手に入れたエンジンだがこんなところが破損している。甘い。スタッドボルトが折れている。こんなところがマフラー外すときに折ったとしか思えない。無理に外さなくてもよかったのにと思います。とほほほ。また問題見つけた。うかつなやつめ。チェンジシフトの軸が曲がっている。あかん。エンジンを下ろすときにぶつけたのだろう。これ以上はやらせん。作業が雑すぎるな。取り扱いが悪いな。なめんなよ。というわけで油を塗ってスタッドボルトを外します。1日放置して染み込むのを待ちます。ダブルナットで外そうとしましたが短すぎる。ナットが噛まずに止まってしまった。わお。逆側のスタッドボルトも外しますが、こちらはスムーズに回りますね。しかし古いエンジンなのかびくともしません。アウトだよ。そこで知り合いのショップに持ち込みました。へえ。入院です。カーッ。その後電話が。いや、これでかいね。でかい、でかい。こんなのが入ってるかな。どうしようかな。アウトだよ。いやいや、あれですか、あの、うん、
フェアリングとかは大丈夫そうですか。いやもう正直そこまで見れてないですよね。あ、そうなんですか。もう場所にこう溜まってたから、はいはい、これはどうだろうなっていうので、多分もうエンジンかけてればもうやる解除しかないでしょうし、まあワンチャンかけてなければ、うん、もう下にあるやつ拾うだけだと思うんですけど、うん、どこなのかなって。一応自分でこれ一回買った時に、うん、買った後にエンジンかけてみましたかって聞かれたから、うん、かけてます。あ、そうですね、うんうん、だからもしやるんであれば、うん、まあ出てあの見てもらってもいいんで。あ、本当ですか、うん、どうなる、まあ一緒とこっすかね。あ、結構ね、これだからこういうね、まあその前のも、でも多分あれですよね、このくらいのやつだったら、うん、オイル入れるところからしか入らないですね。そう、多分オイルのとこからだと思うんですよね、うん、ただ、うん、と結構この奥の方にこう入ってたから、うん、1個はこの下に落ちたんですよ。あ、このここの辺か、うん、この辺に落ちてて、うん、1個この辺に詰まってて、うん、いや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 と思ったんですけど、だまあおそらく回っちゃってからもっとジャリジャリしてるから。そうですね、うん、あの粉々になってたり、粉々になってから、まあ、入れてそのまんまかなと思う。誰かいたずらされちゃったのかなと思うんですよね、うん、前の持ち主さんなのか前の持ち主さんかわかんないですけど、うん、そのまま点検修理をしてもらいます。へえ。ゆっくり直していくか